When you see a vision as real as you can feel.皆さん分かってる通り、前半というか 1,2,3,4 と悔しい思いをして、でやっぱ 5のメロをきっかけにラプチャーズの良さっていうものがちょっとずつ、ジャッジの方にも伝わり始めて、そこから、うん、本当にリーガー自身もすごく成長していい結果が伴ってきたっていうところは正直やっぱ嬉しくて、辛いことの後にはやっぱり幸せなことがあるんだなっていうのが明確に分かった、前半後半っていう感じでしたね。 Round 5 The winner is Septani Raptor。 優勝ってやっぱり思いのほかでかくて、でラウンド12回ある中で、レギュラーシーズンがある中で優勝1回取ってるチームと多分取ってないチームで比べたら、多分相当優勝っていうものは自信につながるんで、次のラウンドに向けての気持ちの部分っていうのはかなり成長しているとは思いますね。はい。やっぱりスターを作りたいっていうのは常にあったので、その中でやっぱりミユがメローで、リップシンクをしながら最初に出てきた瞬間に、この子はセプテン・ラプチャーズ D リーガーとしてのマイケル・ジャクソンみたいな立ち位置に行けるなと思ったんですよね。 You make me mellow, I love you from head to toe. Keep it going on soft and slow, like buttermilk on a dough. You make me mellow, I love you from head to toe.軸となるその根っこの部分はミュウとして作るんだけど、やっぱりそこには裏の主役がしっかりいて、みんなが支えているっていうところが、こう一つラプチャーズとしてのでかい、なんかこう軸になるのかなっていう思いで、やっぱりメローから、ミュウをこう、まあ、センターになる率が高いっていうのはもちろんあると思うんですけど、うん、そこは作ったっていうのはありますね。本当にリアルに言っていいですか、今回です、ラウンド10です。毎回決勝だと思って作ってるんで、全てがやっぱり自分の中で思い入れのある作品だっていうのはもう揺るぎないんですけども、今回の作品が、ラプチャーズかなって思います。ここに来て最高傑作ができたなっていうのはありますね。ラウンド9の野生的な部分の感謝の気持ちっていう、心の心底を思っているものの、あの野生的な部分のラプチャーズと、メローのちょっとこうアクティングというか、まあ、コンセプトがあるような作品と、ヒップホップだったりヒーローズだったりのなんかこうタイトさがガッとなってるんですよね。なのでこれが自分がやりたかったことかもしれないっていう風に、リハーサルが始まったその日に入れた振り写しの時に、はい、思いました。なので、はい、最高傑作だと僕は思ってます。常にみんなに伝えていることは、どのラウンドもやっぱり先ほども言いましたが、決勝のつもりでやるということは常にみんなに伝えているので、どの作品も妥協なく、ここのラウンドだからこんぐらいの感覚でとかはもうなしにして、もう常に全力投球で頑張っていって、11、12 と、もちろん1位を取る気持ちでやって、その結果、チャンピオンシップに残ることができ、そうなった時、もちろんそれ以上の、出来を持ってこれるように、これからもなんかディレクターとして成長しながら、
リーガー全員を引っ張っていきたいなと思ってます。そうですね、チャンピオンシップ必ず優勝できるように、根拠のない自信を持って頑張っていきたいと思います。マイラウンド、応援していただき本当にありがとうございます。今回のラウンドいかがでしたでしょうか。やばくなかったですか、ラフチャーズ。こんな感じでですね、本当皆様の応援があって本当に僕たち、一度輝けてると思いますので、ぜひともこれからも皆様を裏切らない作品をどんどん作っていき、必ず優勝へと、ラフチャーズを導きますので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。まあ、1月に開幕して、いつものダンスコンテストのノリで僕は最初こう出てたんですけど、やっぱりこう開幕してすごくこうもう全然違うジャンルのなんか大会に出るんだなって、これがプロのプロリーグなんだなっていうのがまずこうすごく悩んだポイントというか、もう本当に自分たちが信じてきたブレイキンの要素だったりをこううまく掛け合わせていくっていうのが最初はもうすごく難しかったし、それにできない自分たちにもこう悔しさがあったし、なんなんもう本当にみたいな、俺ら1位やろとか思ったりするんですけど、やっぱりこうでも好きだからこそ悔しいし、好きだからこそめっちゃ考えたりするし、好きだからこそなんかこうやったこと言えるというか充実したなっていう風に思えてるっていうのがあるんで、ダンスは好きです。マジで毎回80点のショーやってると思ってるんですよ、自分たちは。多分全チームだと思うんですけど、本当にそのラウンドラウンドとかその順番の関係とかで、うまくはまんなかったのかなっていう言い方が僕はこう合ってるのかなっていう、こうやりきった人たちジャッジシュンってやっぱいつもなっちゃうんで、なんでだろうな、みんなよかったよ今日、完璧だったよっていうのが10回来てますもん、9回か。僕はもう前から言ってるんですけど、全然監督らしくない監督というか、もう本当みんなでチーム全員でアイデアをバン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 言い合って、今こうやったショーケースができてるんで、逆にそこはこうみんなにすごい感謝してるんですけど、もう同じみんなジャンルだし、もともと会ってたまた友達やしみたいな、なんでそこの大変さっていうのはあんまり感じてなくて、どっちかというとその監督っていう立ち位置になった時にこうみんなを見た時にこうやっぱりもっとこういい見せ方とかあるんじゃないかなっていうのを常に考えてます、ね、今も、はい、でも一つも最初に言っとくと全部です、マジで全部好き、やばすぎる全部の中で多分一番順位低いんやけど、ラウンド5のサーカス一番好きです。ブレイキンのジャンルってどっちかというとこう、ちょっとハードコアなイメージ、ここがっつりブレイキンお前見とけよとかバトルしてる、イメージが僕はずっとあったんですけど、あんななんかこう楽しいブレイキンっていうのを、僕はなんか考えたことがなかったというか、その見たことがなかったで、でもメイクもして初めて踊った時に尻尾つけましたし、なんかそういったこう本当にすごい僕の中で新鮮な作品がサーカスだったのかなっていう、本当に新しいチャレンジしたなっていうふうに思ってて、言うたらそのアクティングみたいな演技の部分を鉄にやらせてみたりとか、僕も弟もこうメイクして動物になってみたりとか、すごいいろんな挑戦をやってみたのが本当ラウンド5のサーカスなんで、思い出に残ってるなっていうか、もう一回踊りたいなっていう、また、ここからの後半戦は結構言ったら前半とかバスケのネタだったりとか、サーカスのネタだったりとかって
結構本当に斬新なチャレンジをやってきたというか、まあテーマがあったりとかっていう感じなんですけど、この4つはもしかしたらその自分たちが本気で信じてきたブレイキンをこの D リーグに合わせたっていうわけのじゃない、本当に今まで自分たちがやってきたものの最高の傑作を作りたいなっていう、しっかり自分たちがやってきたブレイキンの表現で戦っていきたいんで、でやっぱりそのそれが一番踊って心地いいし、あの気合も入るし、うん、そういう感じになるのかなっていうふうに思っています。だからめっちゃがっつりブレイキンが見れると思う、はい、いつも応援ありがとうございます。今日のショーケース見ましたか？何回も見てね、これやばくない？これよりもやばいショーケース、どん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 作っていきますので、これからも構成エイトラッシュ応援よろしくお願いします。今まで多分日本で知れてなかったものをあの出せて、でさらにいろんな方に見てもらえてるっていうので、まあ、結果はどうあれすごく広がったのかなっていうふうに思っていて、すごくいいなと思っています。やっぱ防具って露出が多い衣装だったり、まあ、ヒールも使うんで、やっぱりその衣装面でも結構言われることが多いのかなと思ったら、逆にオーディエンスの方はそれがすごくいいっていう、その批判の声が一回もなかった今までのラウンドで、ということで私たちは今後このジャンルはもっといろんな人に広げやすくはなっていくのかなっていうふうにはすごく感じています。あ、解決のところ、もうさっきでもやってくれたから、あとでこのライン、横ラインで、オーディエンス側だったらやっぱり見てて毎回同じメンバーだけじゃなくて、え、この人出るんだみたいなタイミングがあった方がオーディエンス的には楽しいじゃないですか。で私は本当は最初にもう2人は決めていて、なんかこう点数が悪いから入れたとか、こう流れに良くするために入れるっていうよりかは、もともと楽しませるためにこのメンツ入れたらいいんじゃないかっていう作戦は立ててたんで、それがまあ見せれたかなっていうふうには思ってます。さあどうなっていくんでしょうか。順位は入れ替わった。どん底を2回も見て、で逆にみんな強くなれて、お互いすごく励まし合いながらここまで来れて本当に感謝しています。ありがとうございます。やっぱりこの1位が取れた時はゲストを入れたっていうのもまあそもそもあるんですけど、ジャッジに分かりやすくすごく簡単な技を入れたり、あえてそこに難しいのをちょっとだけ入れたりっていう、その差し引きを分かりやすくしたっていうのと、ヒップホップ寄りのグルービーなダンスホールを入れたことによって取れたんで、やっぱり私的にはすごく言ってしまえば偏ってるなって思うところが、ヒップホップが結構メインになってるジャッジの方が多いので、やっぱりそのヒールだったりボーグだったりジャズ寄りになってしまうと取れづらいっていうのはすごくあるんですけど、本当に自分たちのジャンルを貫いて、自分たちのこのジャンルを知ってさらに踊りたいって言ってくれる日本人の方が増えたら、それがベストかなっていうふうには思っています。一つはそうですね、本当にこの間のラウンドの難易ですね。でやっぱり技がかなり難しいのを入れてたんですけど、ヒールでジャズって結構かなり難しくて、まあ、ヒールだけの動きとプラス本当に裸足でやる動きをさせてたプラスリフトだったんで、あれが一番やっぱストーリーもあった分、あと一番ピッチが速かったっていうのがあって、私の中ではあれは一番だったなっていうふうには思ってます。でもラウンド2も自分の中では、はい、かなり難しい技を飛ばしてくれてたんで、
やっぱりこうその技の名前だったり技の種類を知らない方がジャッジしてたのがすごくもったいないなっていうふうに思いました。ストーリー性だったり、まあ、日本にこういうパフォーマンスがあったらいいなって思って作った作品だったんですね。やっぱミュージカルも自分もずっとしてきて、でなおかつバーレスク系もやっぱいろんな国で見てきてる分、やっぱ日本のレベルをもっと上げたいっていうのがすごくあって、でやっぱすごく踊れる子たちがそういうところにいてるかって言ったらそうじゃないじゃないですか。そういう文化にいてるかって言ったらそうじゃないんで、やっぱそっちの世界でもダンスがすごい人たちがもっと流れてもいいのかなとも思っていたしっていうのもあって、今回そういうのがちょっとテーマ性だったりストーリー性だったりミュージカル性だったりっていうのが入れれたらなっていうので出させてもらいました。そうですね、次のラウンドはかなり楽しみなラウンドなんで、私的にも早く来ないかなっていう感じなのと、最後はもう本当に多分防具で突っ走っちゃう感じで行こうと思ってるんで、そうですね、最後まで変わらず私たちっていう感じで行こうと思ってます。ベネフィットはモノリスです。そうですね、今回裸足のラウンドだったんですけども、ベースは防具のだったりヒールでよくやってるんですけど、やっぱり彼女たちはすごく何でも踊れる子たちが揃っていて、今回のラウンドではかなり違ったイメージだったと思います。で今後も違ったイメージをさらに出せていけたりだったり、まあ、自分たちの色をもっと出していけたらなって思っているので、今後ともベネフィットはモノリスを応援お願いします。お願いします。高いところを目指さないといけないなと思ったから、それが分かったからプレッシブにお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ジャークのみんな、嬉しいね。もう声もきつくなるよ。絶対いける、そう信じて僕たち毎日練習してます。まあ、全チームやばいんですけど、僕たちもやばいって忘れるように日々頑張ります。もう全然気持ち的には負けてないので、まあ、めっちゃ嬉しいですけどしないので、そこはもう見せます。見ててください。